久保です。遠方からお客さんが来るので、会員制ホテルのベイコート東京でおもてなししてきます。さてさて今日のテーマですが、チャンス到来、6月1日、香港規制緩和、チャイナ資金で大暴騰、香港銘柄34選をお届けします。飛ばさずに最後まで見てください。まもなく香港の個人投資家が仮想通貨取引できるようになります。これはビッグウェーブの予感ですね。ということで、チャイナ資金で大暴騰する可能性がある香港銘柄をお伝えします。よろしくメカドックという方はグッドボタンを押してお知らせください。このチャンネルは僕のディスコードコミュニティでは過去に原資5万円が何十万円、何百万円にもなった情報をシェアしてきました。最新情報を逃すことがないようにチャンネル登録と高評価、ベルマークの通知ボタン、概要欄の SNS 登録までしておいてください。さて本題に入ります。香港の証券先物委員会は6月1日に予定されている新ライセンス制度で個人投資家がビットコインやイーサなどの主要トークンを取引できるようにする予定です。そして中国の国営企業であるグリーンランドは香港で暗号資産取引事業のライセンスを申請する計画を進めています。香港が仮想通貨取引の中心地を目指して規制環境を整備している中でのタイミングです。グリーンランドの親会社は上海最大の不動産開発会社でデジタル金融事業の拡大を視野に入れているようです。同社は新会社設立を予定し、仮想通貨 NFT、炭素クレジットなどの取引を行うため、香港金融管理局にライセンス申請を提出する計画です。中国本土での取り締まりは厳しいものですが、香港で国営関連企業が取引事業に乗り出したのは朗報ですね。Web3 に対してアメリカの勢いが弱まっている中、これは楽しみな動きです。ビッグウェーブになってもらいたいところです。ということで、お知らせします。ぜひ一時停止してよく見てください。6月1日以降の動きなどを見て、この中で熱そうなものがあればまたシェアしたいと思います。概要欄の SNS 登録は必ずしておいてくださいね。期待してるよという方はグッドボタンを押してお知らせください。ベイコート東京ですが、都心から近いし、雰囲気も抜群に良いし、めっちゃおすすめです。イニシャルが高いのが難点ですが、投資でがっつり稼いだらぜひ検討してみてください。それでは一緒に頑張って良い未来を作っていきましょう。僕についてくれば大丈夫です。ディスコニコルバンなおよしです。今日の動画いいねと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタン、通知ボタンまでよろしくお願いします。